こんにちは、潜伏屋宗介です。前回は草履の台であったりサイズのことをお話の方をしました。今回は用途ですね、コーディネートの方、こちらのお話の方をしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では早速、まあ、用途、コーディネートというか用途ですね、実際ハイテクシーン、まあ、大きく分けたら3つあるかと思います。フォーマルの席、そしてセミフォーマルからカジュアル、そしてカジュアル、まあ、この大きく3つ、分けたら分かりやすいかなというふうに思います。フォーマルが留め袖、セミフォーマル、セミフォーマルが、訪問着、付け下げ、色無地、一つもんとか、の色無地とかですね、まあ、あと、まあ、西陣のお召しですね。あ、お召しもそこに入るんですね。うん、もう入れてもいいと思います。で、カジュアルは、まあ、おしゃれな柄のお召しであったりとか、あと小紋、紬っていうふうに、分けられると、はい、分けられます。大体そんな感じですよね。はいはい、じゃあ実際にやってみたいと思います。はい、まず留め袖ですね。フォーマルからいきたいと思います。フォーマルなので台は白。白。じゃあちょっと真ん中開けましょうか。開けて。白の台に。白の台ですね。この感じ。あ、でも今一段のものですけど、うん、フォーマルだったらちょっと三段とかの方がそうですね。いいかもしれないですね。うん、二段、渋二半であったりとか、こちらのタイプですね。この三段のタイプとか、うん、この台の高さでもいいと思います。で、鼻緒は特にフォーマルの場合はやっぱりご自分だけではなくね、周りの方との調和も必要になってくるので、こういった金銀糸を使った豪華な華やかなタイプの鼻緒、はい、これを合わせていただいたらいいかなと思います。礼装はあれですよね、自分の好みじゃなくて相手に対してこう失礼がないかとか、おもてなしの心とか、そういった点が大事になってくるっていうことですよね。着物でよく言う格ってよく言われますけど、はい、まあ、周りとの調和ですよね。はい、その場にふさわしい装いっていうふうに考えてもらったら、はい、浮かない装いが一番いいと思うので、はい、フォーマルの席はやっぱ華やかに、こういう白の台に金銀糸使うと花を、はい、これを合わせていただくと安心です。はい、でセミフォーマル行ってみたいと思います。セミフォーマルは訪問着、付け下げ、色無地、まあ無地系のお召し、そんな感じですね。さあどれいきますか。セミフォーマルも、うん、まあ白い台も大丈夫だと思うんですけど、ね、はい、まあ、結構明るい色の台っていうのは、なんて言うんでしょう、まあ無難って言ったら言葉が悪いかもしれないですけど、合わせやすいって言った方が合わせやすいですよね。うん、いいですよね。まあ花をどれ合わせるかもあります。はい、でおすすめの花をはこういう花をですね、例えばこれ菊人染めを使った花をです。はい、こういう細かい花柄ですね、こういう花柄を作った花を、この合わせてもらうと訪問着に合わせていただいてもいいですし、白でもいけますし、ちょっと明るいシルバーですね。シルバーとかこういう合わせ方していただいても、ちょっと薄いローズの、はい、ちょっと優しい感じの雰囲気になりますね。優しい感じで、で色に関しては着物との組み合わせもあるので、はい、色目に関しては合わせやすい色を選んでいただいたらいいかなと思います。はい、で同じ花尾でも今度は少しおしゃれっぽくかっこよく合わせてみたいなと思われたら、濃い色を合わせていただいたらいいと思います。それは訪問着でも濃い色を合わせて大丈夫、大丈夫ですね。はい、こんな感じで合わせてもらっても、訪問着はその第一レースの一番その格が高いところではないので、うん、まあ、鼻緒でちょっと格を抑えてあげるっていう、抑えるじゃない、格を表す、上げつつ、うん、台はこう落ち着いた色で、落ち着いた色っていうのもありありです。ね、はい、基本的に、まあ、鼻緒もですし、あと足袋、白の足袋履かれますから、台の色はちらっと見える程度になってきます。ですので着物の色との合わせ方であったりとか、あとはもう鼻緒のこの華やかさ、格ですね、はい、これで合わせてもらうといいと思います。まあ、こういう小花の柄でもいいですし、例えばこれ菊人染めを使ったブドウの柄、
ブドウ唐草ですね。ブドウ唐草、ブドウ見えます？ここがブドウの実ですね、はいはい、ブドウってね、あの柄自体もおしゃれでもあるのと、あと実がたくさんなるっていうところから、あの子孫繁栄の意味も含まれているので、おめでたい柄でもあります。こんな感じで、これで訪問着が結構濃い色の訪問着だったら本当に、うん、トータルで、そうですね、あのシックな感じにまとめられるので、できそうですね、うん、でもそこのまんま例えば訪問着以外でも、例えばお召しであったりとか、はいはい、で少し金は使ってますけど、そんなにあのキラキラ光る金ではないので、はい、あの先ほどの冷蔵用のものと比べると比べたら、はい、こっち冷蔵用、こっちセミフォーマルからカジュアルまで、はい、になってます。一目瞭然感じですね。だから極端に言えば紬に合わせてもらってもいいかなと考えてます、はい、結構可愛いですもんね、はい、だから例えば濃い色いってみましょうか。これはエメラルド、ちょっと緑がかった濃い色ですね、はい、こんな感じで花をもちょっとグリーン系なので同系で合わせてもらってもいい ね、すごくいい感じかなと。ちょっと茶系で合わせても可愛いんじゃないかなと思います、はい、オニキス、あーすいません、茶系で合わせてあげても。この花自体はあの菊人染めなので、あの光、あの太陽光とかの光線の角度によっては、あのこの花尾が少しエンジ色に見える色になってきます。なのでエンジと茶系って相性がいいので、こういう合わせ方してもらってもおしゃれですよね、はいはい、なんか何にでも合いますね。合わせやすいかなと、はい、まあ、これがセミフォーマルの合わせ方、はい、で今度カジュアルまで行くと、カジュアルはもう完全にご自分の好み、あの自分が楽しんで、着物を着るっていう感覚になってくるので、合わせ方は本当ね、お好きな合わせ方していただくのが一番かなと思います、はい、個人的に好きなので、何色の台でいきましょうか。 何色からいきましょうか。そしたらあ、その花尾は紬ですね。紬使ったこれね、紬を使って格子の柄の花尾です。これねシンプルなんですけどね、こういう花尾って一足あるとねすごい使い勝手が良くて、もう普段本当気軽に履いていくよっていう感覚、うん、じゃあ今度濃い方からいきましょうか。エマタイと、うん、黒っぽい、ね、そう黒っぽい、これで白足袋履いたらパキッパキッとなんかメリハリがついて、なんか足元かっこよくかっこよくなります。でも意外に、これ台が黒だからって言いながら、はい、黒っぽいって言いながら着物が白っぽい着物を合わせても、はい、バランスとして足元に濃い色が来るので、着物が白くると、はいはいはい、これはこれでまた綺麗なんですよね。そうですね、なんか重心がバランスよくなりそうですね。バランスよくなって意外とね、こう白っぽい着物と濃い色の台っていう合わせ方も個人的にはおすすめです。ちょっとすごいなんかイメージ湧きました今、はい、はい、ありきたりな例えですが、白大島に濃い色でもいいと思います。ああ素敵ですね、それは。かといって、例えば同系で合わせてあげる。同系じゃないか。これちょっといまいちだな。これちょっと。これじゃない。うん、どれでしょう。どれにしよう。これかな。あ、少し可愛くいってみたいと思います。とっても可愛くいきませんか。ローズの台で。本当に可愛く、可愛いですよね。これ綾錦の花尾です。淡いこのね、ピンクの花尾に、台はローズの台。同じねピンク系でまとめてみた合わせ方。同系で合わせるのも非常にね綺麗なんでいいかなと。だから小物なんか着るとき、こういうね可愛く合わし、はい、足元可愛くっていうのも、でもいいですよね。うん、いいですよね。でツボがちょっと濃い紫なので、そこでちょっとこう色が引き締め。アクセントのカラーが入ってきますよね。今ないですけど、まあ旅が白と来た時にこのツボが、まあ、指こう入れた時のこのちらっとこのツボが見えた時、この紫、これが結構ポイントで効いてきます、はい、でとことんカジュアルでいくならばこんな感じの、あ、これを合わせていただきたい。はい。ブラーの島ですね、こういう感じで、はい、しかもツボがもうこの鮮やかなブルー、ターコイズブルーなので、このブルー絶対効きます、はい、これおしゃれに入ってほしいですね。これは
もう本当にこれ、まあ、小紋もだし、お召しであったりとか、それこそ紬の着物、はい、ね、合わせてもらった時に足元こういう草履履いてあったら絶対に可愛いです。はい、いいなこれ。なんかその遊び心を知っている方が入ってそうな、あの着慣れた、はい、本当に遊び心というかおしゃれに着物着てるよっていう方が足元、あ、今日本当にカジュアルですねっていう感じで合わせてもらうといいかなっていう、はい、かっこいいですね、うん、そういう風に使っていただけると、もう本当合わせ方は鼻緒によってもね、いろいろな合わせ方ができます。で、今あの何点か載せてみました。で、同じ例えばね、鼻緒でもこの隣にこのシルバーを持ってくると全然雰囲気が変わってきます。この感じで、そうするとあっさり、だいぶあっさりしますね。でもそうするとね、今度このブルーがより引き立つのと、この島の色がより目立ってくるように思いません、はい、ね、なのでこういう合わせ方しても、はい、もうこれは正直言うと好みが入ってきます、はい、どっちが好きかな、はい、まあ、あと持ってある着物の色の組み合わせによっても変わってきますん で、あの特に鼻緒の合わせ方、例えば本当にこのさっきのブドウを持ってくるのか、こういうふうに合わせるのかとかね、こっちがいいのかとか、もういろんな楽しみ方ができるかと思うので、本当にね、この扇風会の花を、まあ、草履に関しては、あの全て砺波織物の帯地を使って作ってます。で、柄の出方もね、それぞれあの微妙に違ったりもするので、はい、あの台の色、これとあと花の選び方によっては本当ね、あの世界に一足だけの草履ができるかもっていうね、草履になりますん で、 で何よりも非常に履きやすいというのが一番特徴になってきます。ぜひね、一度このね扇風系のマーテリ草履履いていただきたいなというふうに思います。これかわいい、これもいいですね、こみたいな、うん、それもかわいいですね、見えてるかな、かわいいかわいいですですねまあいいけど、はい、いろいろとね、こうやって、はい、合わせるのも意外な発見があったりして、あの意外とあの合わせ出すとね、みんなあの夢中になって、はい、あのあこっちだこっちだってこうね、なってしまいます、はい、スタッフでもこうなります、はい、で、あの皆様、これあの動画見ていただいている皆様も、あの例えばね、あの台と鼻緒の組み合わせであったりとか、どうしたらいいのかなっていうね、あの気になるものあればね、あのお問い合わせの方をいただいたら、あのご相談には応じたいと思います、はい。例えばあの写真ね、あの画像で送ったりとか、はい、あのオンライン相談もやっておりますので、はい、そちらの方でお答えしたりもしますし、はい、あのお電話でももちろん受け付けてます。あのいろんな方法ありますので、はい、お気軽にお問い合わせの方をください、はいはい、今回はこの草履とあと花緒の組み合わせであったりとか用途のことについてお話の方をしました、それではまた次回、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。です。持ってく。